常念つかさチャンネルニュースの虎川が分かおーはい、始まりました。皆様、この動画、興味深い、面白いと思ったらね、ぜひ、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。えー、情念つかさ5分で解説、解説シリーズなんですけど、えー、ちょっと大変なことが起こりました。えー、イスラエルがですね、イランに報復攻撃と、 いうことで、つい1時間ほど前ですかね、この動画、今、撮ってる時点でね、はい、起こったようです。日経新聞、ロイター等はですね、もう詳しく報じているんですが、イラン領内で複数の爆発、イスラエル報復か、現地報道ということで、中東の複数のメディアは、今日ですね、イラン領内の複数箇所で爆発があったと報じたそうです。イスラエルによるミサイル攻撃と見られると。空港など軍事施設のほか、核施設周辺で爆発があったとする現地報道もあると。 えー、アメリカ ABC ニュースによると、ですね、えー、米当局者はイスラエルのミサイルがイラン領内に着弾したことを認めたと、でイランメディアは複数の州で防空システムが発動したと伝えた、えー、地元の関係者の話として、 イスハファン州の北西で爆発音が聞こえたと報じたということで、まあ今これでですね、まあ市場もですね、騒然となっていると、まあ日経平均もね、今日大暴落してますけれども、まあおそらくね、まあこういったまあ地政学リスクの顕在化みたいなところをね、まああの、重く見て、ぶん投げてる人もいるのかなみたいな、まあそんな感じです。あの、ネット上もですね、あの、まあツイッターもね、結構このイランの話題で持ちきりです。あの、まあ、動画も出てますね、あの、JSF さんが、 攻撃されたイスパハンの対空戦闘のもようの動画をすでに公開されているということです。この情報がマーケットに届いて、全場の大暴落になったということで、原油が爆上げしまして、82ドルぐらいまで下がってたのがね、84ドルまで上がって、それから金ですね、ゴールドもまた爆上げしてるということで、逆に株価は下がると。 えー、そんな感じですね、えー。黒井文太郎さんもですね軍事ジャーナリストも、ねね、こんな情報を出してます、えー。速報、メフル通信というね、まあ、多分これイランの通信社ですかね、えー、イスパファン市内で複数の爆発と、えー、空港近くのですね爆発はイラン軍防空システムに関連する何らかの爆音のこととい、えー、うなニュースが入っているということでテヘランのですね核重要施設 えーえー、テヘランとか核重要施設があるイスパハンで、イスパハンはあの核施設があるんですね。えー、ここがまあ7箇所ぐらい攻撃されたと、えー、いうようなニュースも入ってますね。それからあと、えー、イランだけじゃなくてシリアとかイラク国内の、えー、その新イラン勢力にもどうも攻撃をしたらしいというふうに JSF さんは、えー、伝えております、えー。それからイランの国営メディアはですね、爆発音は全て迎撃の成功によるものだといったですね、報道してるんですが、 これもどこまで本当なのかな、ということで。それから、あと、イスラエル側の情報としてですね、これ、黒井文太郎さんの情報ですけど、えぇ、したのは、イスラエルじゃないですごめんなさい。イラン側の情報で,ですね。えと、飛来したのは全部ドローンで、全部迎撃したということで、弾道ミサイルじゃないということみたいなんですが、まあ、果たして本当はどうなのかということですね。 はい。まあ、いろんな、あの、メディア、えー、並びにですね、えー、ネット上のおしんと、えー、などがですね、この情報を伝えております。えー、峰村健二さんね、あの、例の LINE の件をね、まあ、スクープした、えー、元朝日新聞の記者さんですけど、峰村さんもですね、や,さやはりイスラエルはイランへの報復に出ました。現地報道によると、空港や軍事施設のほか核施設周辺など数箇所に爆発があったようです。鍵は、バイデン政権が、えー、バイデン政、えー、バイデン米政府が、 イスラエルのネタニヤフ政権をどれだけコントロールできるかというようなことを書かれておりますまあどうなんでしょうねこの辺ね、まあ、一応あの事前のですね情報ね、まあ、小谷哲夫先生の,あのツイッターの投稿なんかも伝えておきましたけれどもおそ、まあ、らくですけどねあの攻撃はまあ限定的なものになるだろうと、まあ、軍事説が中心だと でまあ、あの週末に行われるということで土日が危ないって言ってたんですけど、ね、1日早かったですね、えー、金曜日になったと、えー、それぐらいですかね、まあ、あとはあのイランとそのイスラエルね双方ともに、まあ、国境を接してない国ですからね戦争するって言ってもいろいろこう。 大変で。で、しかも今回のね、イランの攻撃も、イスラエルのこの、まあ、防御戦闘もですね、めっちゃ金かかってんですよ。日本円でほんと1000億円単位の金両方かけたんじゃないけど。あの、イランはあの、高価な弾道ミサイル撃っちゃいましたからね、あの、弾道ミサイルって結構高いんですよ。なんで、まあ、たださ、経済傷んでるイランがね、こんな攻撃何回もできるわけないので、まあ、一回撃って打ち返して、まあ、この後どうなんですかね、こう、だんだんこう、あの、ね、えー、本心があって、余震みたいな感じで収まっていくのか、まあ、この後もっとでっかいことがあるのかっていうの、ちょっとなかなか、えー、わからないところではありますが、 まあ、ことで、まあ、これは当然ですね、市場としてはですね、えー、第5次中東戦争、まあ、下手すると第3次世界大戦のリスクを折、えー、り込んでですね、まあ、株が下がると、ねで、コモディティ爆上げみたいなね、わ、まあ、かりやすい反応をしているということでございます。えー、今日ですね、まあ、日経平均、まあ、この後戻すかもしれないんですが、まあ、い,くいくらになったとしてもね、えー、ジョネトラ・ダムスからの秘密のメールを配信しようと思っています。 はい、あの、今日、まあ、相場の急落でね、慌ててる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、えー、ここまでのね、まあ、いろんな、こう、まあ、経緯、情報など全部まとめてですね、まあ、え0、ー、5千字近いですね、まあ、いつも結構長いんですけど、えー、メールマガを、えー、送ってます、あの、緊急の時にはね。 今日その配信日にします。今日午後9時にですね、ジョネットラダムスからの秘密のメール配信しますので、読みたい人はですね、今のうちにプレミアム会員登録の方ね、えー、お願いします。下に URL つけときますので、ヤイスイブニングラボのですね、プレミアム会員になるとこのメール読めますので、ぜひ読んでいただければと思います。えー、ということで、えー、速報でお届けいたしました。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。ガオー